バンカー。バンカーとは、ゴルフのコースを形成する一要素で、ウォーターハザードと並ぶハザードに属する。形や大きさはまちまちであるが、砂で満たされている。大抵の場合、周囲の地面より数十センチメートルほどくぼんでいる。バンカーはハザードに属するが、ウォーターハザードと異なり、打球をバンカーに打ち込んだとしても救済はない。 バンカーからはよく飛ぶ球を打ち出すのは極めて困難であり、スコアを悪化させる要因となる。特に乾燥する季節、気候帯でのバンカーの砂は乾いてサラサラになっており、ボールが深く埋まってしまい、抜け出すのが一層難しくなる。バンカーの存在は、試合に参加する各プレイヤーの心理に強く影響する。プレイヤーの打球がバンカーにはまることで、 そのプレイヤーは過度に緊張することがある。またその時に他のプレイヤーは得をした感情を持つことがあり、気が緩みがちである。様々な状況変化があっても平常心を保つことがゴルファーの要であり、他人がバンカーに打ち込んだとしても、それに影響されず落ち着いて自分のプレイを進行できる能力が求められる。 ガードバンカーグリーンの周りにあり、グリーンをガードする目的のバンカー。フェアウェイバンカーフェアウェイの途中にあり、多くは T ショットを難しくさせるためのバンカー。バンカーから脱出するためのショットをバンカーショットという。特にガードバンカーから脱出する際には、バンカーショットの際にサンドウェッジというクラブを用いる。サンドウェッジは飛距離は出ないものの、ボールに対して深く接触し、 弾道が高く方向性をはっきり出せる性質を持っているクラブである。また、サンドウェッジ以外のクラブを用いても構わない。要は、効率よく脱出し、バンカーに打ち込んだロスを埋め合わすことができれば良い。サンドウェッジの扱いに慣れていないなら、自分にとって扱いやすいクラブを用いても良い。ただしどのようなクラブを使う場合であっても、フェースやシャフトを使って、 すくい上げるような子は禁止されている。コースの設計においてバンカーの配置を考えることは味わい深い作業である。一例として飛距離を稼げるゴルファーに対し、ティーグラウンドから目一杯飛ばして一打でグリーンを狙えるようなレイアウトを考える際、グリーン直前にバンカーを配置すれば無理してでも打でグリーンになんとか叩き込む、あるいはバンカーにはまるのが怖いので少し手前を狙う。 というような判断をプレイヤーに求めさせることができる。別の例として初心者への少しおせっかいな配慮で地面についたボールが長く転がってアウトオブバウンズになりがちな斜面にバンカーを設けることで一種の安全増温的な役割を与えることもある。T グラウンドから見てグリーンの後方に設けられたバンカーはこのような性質を帯びている。アプローチに失敗して クリーンを越えて角に飛ばしてしまったボールをキャッチすることで OB の発生を抑える役割を負っていると考えられる。バンカーにボールが入った競技者はショットするまでクラブで砂に触れてはいけない。もし触れてしまうと二打罰のペナルティとなる。アドレス、ショットを打とうと構えることの際も例外ではない。注意しなければならないのはバンカーショットで。 ボールがバンカーから出なかった場合、クラブで砂を悔しくて叩いてしまうと、前日のペナルティになる。これは、ボールがショットをしたバンカーから出なかったため、次のショットも同じバンカーからのバンカーショットになり、クラブが砂に触れると、ショットするまでに、クラブで砂に触れたの条件を満たしてしまうためである。ただし、バンカーショットが他のバンカーに入ってしまったとしても、 次のショットは別のバンカーからのバンカーショットになるので、クラブで元のバンカーの砂を叩いてもペナルティにはなない。どうしても自力で脱出できないと判断した場合は、速やかにアンプレイヤブルを自ら宣言し、一打罰のペナルティを追って、適切な方法でプレーを進行させることができる。バンカーを含むハザード内では、いかなる改善も言ってはならない。ルースインペディメント、 枯れ葉等の些細な障害物も取り除いてはならない。反すると二打罰のペナルティになる。バンカーから脱出できたら速やかに自分の足跡や打撃の跡を修復しなければならない。脱出できて安心して、そのまま次の場所に進むのはマナー違反である。一般的なコースの場合、バンカー周辺には冷気と呼ばれる修復用の器具が大抵置いてあるので、これを用いて行う。 他のプレイヤーが作った跡が残っていればそれも同時に修復する。礼気はなるべくボールが当たりにくい場所、方向に戻しておく。バンカーをめぐってプロゴルフトーナメントでは実際にこんなことが起きている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。